はい、始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv です。人生に役立つ情報をほぼ毎日、だいたい夜7時ぐらいから配信しておりまーす。ということで、本日も人生に役立つ情報を共に学んでいきましょう。一発撮り一発読みで読んでいきます。初めて読みます。それでは今から読みます。今日のお題は、謝れなくなったら老化の始まり。こちらのお題を読んでいきます。謝れなくなったら老化の始まりだと思いましょう。謝れなくなるということは、それだけ頭が固くなってしまったということです。プライドや見栄、肩書きがあるために謝れないのです。相手に対して素直に謝れなくなったら赤信号です。大きな間違いだけを謝ればいいわけではありません。日常生活での小さくて些細なことまでも謝ることができるかどうかが大切です。特に子供は謝るのが上手です。些細なことでもごめんなさいと謝ることができます。ごめんなさいと言われると大丈夫だよと許してしまいます。大人で心まで老けている人は謝ることはしません。というよりできないのです。謝ることは負けることだと思っているため、なかなか自分の過ちを認めることができません。そのため、本当に間違っていることでも、教えてもらえるチャンスを失ったり、現実を直視できなかったりします。ここまで来ると、誰からの言うことも聞くことができなくなります。謝れなくなったら、自分の成長を止めてしまうことになるのです。今日の格言。素直に謝れることを大切にする。素直に謝れることを大切にする。やっぱ素直って大事ですよね。なるほどね。自分が悪いと思ったら、ごめんなさい。申し訳ございません。すいませんでした。素直になる。なるほど。素直に生きていきたいですね。はい。ということで今日も勉強になりました。それでは、良い花金を、ドロン。